こんにちは、レトスの小野です。6月15日の3問に入る前にアドバイスをさせていただきます。宅建を取得すると資格手当が出るところが多いです。資格手当っていうのは、毎月1万円以上の場合が多くて、弊社レトスの受講者さんの中には5万円という方もいました。まあこの方ちょっとね、特別かもしれないんですけども、だいたい2万円3万円っていうところが多いかなっていうイメージです。で、毎月1万円と考えたとしても年間12万円ですよね。で、例えば12万円の投資で年間12万円回収できると仮定すると、年利 100% なんですね。で、不動産投資で言うと年利 10% 取ればもうすごくいいんですね。まあ大体がもう 4% とか 3% とか、そんなんがやっぱ多いんですよ。実質利回りで考えると大体 3%4% ぐらいかなっていうところです。にもかかわらず、この勉強とかね、自分に投資すると年利 100% とか、まあそういった非常に費用対効果がいい投資ができるんですね。なので投資をするときっていうのは、一番最初に自分への投資っていうものを考えて投資をしていった方がいいと思います。そして実際、短期集中実力アップ講座、現在約9万円ぐらいなんですけども、9万円と仮定したとしても、9万円投資して年間12万円の回収ができるわけですよね。ってことはこれ 100% を超えているわけです。なので投資としてはすごくいい投資になるわけなんですよね。なので、いち早く合格して少しでも収入を増やしていきましょう。それでは本日の3問に入っていきます。 AB 間の売買で買い主 B の意思表示に対応する意思を書く錯誤があり、当該錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるとき、 B は常に売り主 A に対し AB 間の売買契約の取り消しを主張することができる、丸か×かという問題です。考えたい方は動画一旦ストップしていただいて、こちらの動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。で、答えはこれ誤りですね。まず、意思表示に対応する意思を書く錯誤、これどういうことかというと、まあ昔で言う表示の錯誤と呼ばれるもので、まあ勘違いをして意思表示をしてしまったよということですね。今回の事例で言うと、勘違いをして買い主 B さんは買いますって言ってしまったと、まあいうイメージです。で、もう一つですね、法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるとき。まあ、これもね、まあ、難しく書いてあるんですけども、まあ、簡単に言うと、勘違いをしなかったら、そんな意思表示はしなかっただろうと考えられるほど重要な部分のことなんですね。で、これでもちょっとわかりづらいんで、ちょっと具体例出します。もう具体例考えた方がわかりやすいです。まあ、例えば100万ドル。まあ、100万ドルっていうと約1億円ですね。の土地が、売っていましたと。約1億円の土地です。1億円の土地が100万円だと勘違いして、これ買いますと意思表示をした場合、この場合、買い主 B さんってこれ1億円、つまり100万ドルですよね、と分かっていたら、まあ、購入しなかったと考えられるわけですよ。これが2に該当するんですね。つまり勘違いしなかったら、そんな意思表示はしなかっただろうと考えられるほど重要な部分、これに当たるわけですね。で、こっからがポイントになります。で、錯誤が成立する場合なんですけれども、表意者、まあ、今回で言ったら買い主 B ですね。買い主 B は取り消しをすることができます。で、錯誤取り消しを主張するための要件。まず先ほどの1番、2番を満たすということですね。この部分ですね。意思表示に対応する意思を書く錯誤があったと。つまり勘違いして意思表示をした。また、その部分っていうのはすごく重要な部分だったということですね。で、今回は1番、2番満たしますよね。問題文に書いてあります。で、もう一つ要件があって、表意者 B に重大な過失がない。で、今回、重大な過失があるかないかって、これ書いてないんですよ。重大な過失があるかないかって問題文に書いてないんですね。ということは、1番は満たすけども、2番は満たさない可能性がある。2番を満たさない可能性があるということは、取り消しできない可能性もまだあるわけですよね。だから問題文は常に取り消しができるとなっているので、この常にが誤りなんですね。もし表意者 B に重大な過失があった場合は取り消し主張することできませんので。だから誤りになるということです。で、この重大な過失って何なのって、過失ってまあ落ち度なんですけども、それが重大な落ち度ってどんなのって、考える方いるんですけども、これはですね、もうあんま考えない方がいいです。また今回は原則の話だけしかしてないんですね。まあ例外的なことがあって、表意者 B に重大な過失があっても、錯誤取り消しできる場合があるんですけども、今回はその点ちょっと省略させていただきます。
もちろん短期講座ではその点も含めて解説させていただきます。短期講座についてはこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、今年絶対合格したいという方はぜひご確認ください。で、問いにですね、宅地建物取引業の事務所で契約を締結を行うことなく、および契約の申し込みを受けることがない場合、専任の取引士を置く必要はない、丸か×かという問題です。答えは×ですね。これ宅建業者のこれ事務所なので、事務所には5人に1人の割合で、取引士、専任の取引士を置かなければなりません。で、案内所の場合とこれごっちゃにしないでくださいね。案内所の場合だと契約の締結を行わない、かつ契約の申し込みも受けないという場合は専任の取引士置く必要はありません。よって今回は宅建業者の事務所なので、契約を行うか行わないか、また契約の申し込みを受けるか受けないか関係なく、専任の取引士、従業員5名に1人の割合で置く必要がありますので、誤りだということです。で、問い3ですね。宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事の許可を受けた者は、国土交通省令で定める軽微な変更を除き、当該工事の計画を変更しようとするときは、遅滞なくその旨を知事に届け出なければならない、丸か×かという問題です。で、答えはこれ誤りですね。工事の許可を受けた後に工事の計画を変更するときは、原則知事の許可を受けなければなりません。今回の問題っていうのは、許可ではなく届け出になってますね。これが誤りだということです。ただ、例外的に軽微な変更であれば、知事に届け出をするだけで大丈夫です。で、問題文はきちんと読みましょう。この解説を一回読んで、どういうことってもし思ったのであれば、それは問題文理解できていない証拠です。つまり、理解学習の重要性が分かっていたとしても、実践できていないということなんですよね。で、実践できていないと実力は上がらないので、ちゃんと理解学習を実践していきましょう。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。レトスの小野でした。そして短期集中実力アップ講座の特徴はこちらの動画参考にしてみてください。他の通信講座や予備校と何が違うのか、どうして短期間で実力を上げることができるのか、そこまで解説しております。今年あなたに絶対合格していただきたいと思っておりますので、一緒に勉強して私と一緒に今年の合格を喜びましょう。あなたの受講をお待ちしております。レトスの小野でした。